お、そろそろ帰ろうかな。誰か来たぞ。何これ、この組み合わせ。あ、三影先生、風間くん、二人一緒なんて珍しいですね。ほう、同じクラス三人が揃ったな。珍しくね。てか、どういう組み合わせ？なんでこんなとこにいんの？クラスメートみたいに言わないでください。まあ、クラスメートって言われても別にそんな違和感ないけどね。いいだろう。同じようなもんだ。三影先生のね、好きなポイントはね、私ね、三影先生の体格好きですね。この逆三角形っぽい、肩幅広くてウエストにかかってこう細くなっていく感じの体格めっちゃ好きですね。ふふ、二人で何してたんですか？俺はこれからバイト。店長から連絡あってさ。お、忙しいな、風間くんも。俺もシモンに用があってな。風間と一緒に行ってくる。あ、そうなんだ。へえ。プレゼント選びって言ってましたよね。アドバイス頼むよ。誰にプレゼントするの？風間くんが相談に乗ってくれれば安心ですね。頼もしいな。では急ぎましょう。時間があまりないですから。仲いいんだね。お前も気をつけて帰るよ。うん、じゃあな。はい、お疲れ様です。はい、また学校で。あ、そっか、夏休み終わりか、もうそろそろ。で、どなたへ贈り物ですか？可愛い女の子だ。名前はモーリー。いや、牛。ん？牛だ。どこかで聞いたことあるのか。飼ってる牛、ホルスタインの名前だよ。え、モーリーって三影先生のご実家の牛だよね。牛だよ、私は忘れていなかったぞ。陸上の全国大会に来ちゃった。さっさくん、さっき見かけたけど、取材陣に囲まれてすごかったな。あ、そうだ、なんかそんな話あったじゃん。今年限定の白羽くんのことすっかり忘れてた、私。今日は白羽くんもここにいるんだよね。何の競技に出場するんだろう。男子、え、待って、やばい、服がさ、浴衣のままじゃない、私。浴衣で来てる、もしかして。待って、浴衣のまま来てない。あ、ハッシュ競技だから、さっさくんが出場する番だ。見に行ってみよう。位置についてよ。やばい、浴衣で見に来てる。わあ、みんな早い。でもやっぱりさっさくんがトップ。すぐ後ろのオレンジの選手もすごく早いな。って、あれ？あ、白羽くん？おー、白羽来たー。白羽くんだ。いけるぞ、第一。白羽第一。本当にさっさくんに追いつきそう。いや、足速そうよな、めちゃめちゃ。どうしよう、どっちも応援したくなる。頑張れ、白羽くん、さっさくん。あ、でも白羽が先に来たぞ、名前。1位はさっさくん、白羽くんは2位か。最後はデッドヒートだったな。2人とも本当にすごい。まだ胸がドキドキしてる。あ、ああ、なに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 。ああ、ほんまに来てくれたんや、嬉しいわ。白羽くん来るよ、そりゃ。あ、てか制服だ。見てたよ、400m 走。最後惜しかったね。全然、乾杯や。めちゃくちゃ早いんだな、さっさくん。え？高校生でさっさに叶うやつはおらんと思う。腹も神の息や。でも君あれでしょ、陸上部じゃないんでしょ。それで2位ってやばくね、普通に。俺も全力やったし、向こうもそうやったけど、絶対に追い越せる気がせえへんもん。ねえ、めっちゃ早いんだね。そうだったんだ。うん、大満足。やっぱりキングは天才やね。キングって呼ばれてんの。これですっきりしたわ。待って、キングって呼ばれてんの。さっさくん、キングって呼ばれてた。白羽くんもすごかったのに。キングってさっさくんのことかな。白羽くんもすごかったのには、声に出して言ったら言ってあげたらいいのに。お、次は誰かな。次のハバチャ、あ、これ違う、ハバチャのあれか、アルバイトの話か。次のハバチャコラムは何について書こうかな。まずは街を探索してみよう。うん、これならいい記事になりそう。早速書いてみよう。え、結局何について書いたの？ふう、できた。前よりもよく書けてる気がする。それじゃあ送信。
待って、白羽のイベント来たこれ。ありがとうございました。気持ちいい挨拶だな。三影先輩。三影先生かよ。なんなんマジで。三影先生かい。あ、三影先生、給油ですか。ああ、俺の愛車は食事中だ。食事中って表現します。三影先生のバイクですよね、あれか。あの懐かしいな、もうあの一枚絵が、あの衝撃の一枚絵が懐かしいな。お、俺もお前に元気もらった。なんじゃそれは。じゃあまたな。お、お疲れ様です。三影先生また来てくれるといいな。ちょ待って、ガソスタのイベント来たから白羽くんやと思ったのに。嘘だよな。いや三影先生が悪いってわけじゃないんだけど、正直わいは白羽くんに会いたかったなっていうところがありますね。買い物行きましょう。じゃあ新学期来ました。今日はここまでだ。部活、寄り道、直帰、なんでもいいけど気をつけろよ。おーい、スー、ちょっと帰りに園芸部の畑に寄ってくれ。なんで。え、あ、はい、なんでなんで私名指しなん。うん、お、ちょっとこれはイケメンなんじゃないですか。はい、イケメン。泥ついてますよ先生顔に。やっぱな、ちょっと疲れてるんじゃないか。え、夏休み明けなのに。嘘でしょ。嘘やろ、休み明けやぞ。早くない疲れるの。え、そんなことないですけど。いいから深呼吸してみろ。ふぅぅぅぅふぅーずふぅ。もう一回ふぅーずふぅ。植物の葉っぱには匂い袋があってな、虫は嫌がるが人にはリラックス効果があるんだ。へえ。虫は嫌がるけど人にはリラックス効果がある。いつも一生懸命なお前はかっこいいけど、たまにはのんびりも必要だ。いい先生やな、よく見てんな。あ、はい。よし、じゃあもう一回深呼吸してから帰れ。へえ、リラックスさせるために疲れてそうな私をリラックスさせるために呼んできてくれたん、呼んだのわざわざ。やさ。あれ、少し体が楽になったかも。三影先生のおかげだよね。なんかストレスゲージがちょっと下がったりしたんかな。マリー。ああ、みちるちゃんどうしたの。いや、お、待て待て待て、屋上でサッカーしてるやつおる。ちょっと待って。屋上でサッカーしとるやつおるんやけど、ダメやろさすがに。あ、みちるさん、今日はいい天気だね。ほんとに。え、出かける？一緒に行く？どこかにお出かけしたくなるね。一緒に行くかい？うん。はーい、マリー。ひかるちゃん。今日はいい天気だね。いい天気ね。どこかを…ひかる、うん、どこかにお出かけしたくなるね。それさっきみちるさんが言ってたこと。やだ、マリー言ったら。私と同じこと言ってる。あ、ほんとだね。え、なになに、何の話。いや、こっちの話っすよ。うん、こっちのこと。ね。ね、マリー。ねえ、マリー。ねえ、みちる。いや、この二人めっちゃいいな。かわいいわ。あ、来た、白羽くんのイベント。ありがとうございました。来た、白羽。ありがとうございました。あかんね、うっかり出ちゃった。うっかり出ちゃうよね。昨日姉ちゃんたちと言い合いっ子になって、もう3人でめちゃめちゃになって。言い方が可愛すぎる。え、白羽くん兄弟と一緒に住んでるの。そうや、姉ちゃんのマンションに居候してんね。兄ちゃんと一緒に。姉ちゃん、兄ちゃん、白羽くんで住んでんだ。お兄さんもいるんだ、知らなかった。そういえば白羽って名字の人がハバチャ編集部にもいたっけ。あ、兄弟じゃない。姉ちゃんも兄ちゃんも普段は標準語で喋ってるんやけど、うちん中やとみんなこの喋り方やね。二人とも標準語だけど、白羽くんだけバリバリ普段から関西弁なんだ。へえ。もしかして俺も普段から標準語で喋った方がええんや。いいじゃない、関西弁で全然。マツコちゃん、今日も笑顔がキラキラしてるね。俺も負けてられないな。だっ
ってマツコ。どうする？白羽くんの笑顔の輝かしさには勝てなくね？あはは、白羽くんじゃないみたい。っていうか、笑顔は白羽くんの方がキラキラしてるよ。そう？めっちゃ可愛い。なんでこの人同じ学校じゃないんだろう。同じ学校だったら、もっとたくさん絡めたのに。ふふ、白羽くんの兄弟もきっと明るいんだろうな。いやー、ちょっと、いいな。これバイトやめらんねえわ。バイト一生ガソスターで、バイトする。一生ガソスターでバイトします。し続けます。はい。サーカス見に行きたい。サーカスなんかサッサ君とか好きそうやん。サーカス見に行かね。何？どうしたの？あ、サッサ君今いい？うん、いいよ。サーカス見に行こう。サーカス。で、第3日曜日が、ダメだから、第4は多分いけるやろ。で、サーカス。イベントホールはどこだっけ？これか。あ、あ、違う9月26日臨海公園に行かないサーカス行きたかったのに。くっそー。わしサーカス見たかったんや。じゃあ9月26日に羽ばたき駅で待ってるね。うん、じゃあね。やったー、早く9月26日が来ないかな。くっそ、マジやらかした。もうありえないんだけど、ありえっていなんだけど。白羽イベント来たか。これ窓のお掃除は空拭きでよろしいですか？では失礼します。あ、車内に不要なものはございませんか？片付けしますのであればどうぞ。それじゃあ、これ捨ててもらえる？悪いね。細かいとこまでよう気ぃつくようになったな。いやー、白羽先輩のおかげっすよ。ありがとうございます。うん、白羽くんのお手本を見てるから。ほんまに？そら、俺も気合い入るわ。めっちゃ可愛いな。知らんわねー。マジで可愛い。うん、だいぶ慣れてきたみたい。やったねー。白羽くん、デート誘いたいんだけど、電話番号がわからんのよな。頑張って電話番号聞いてくんねえかな。さあ、デートに行きまーす。で、覚醒でナチュラに変えとけばいいかな。少し遅くなっちゃった。あ、さっさくんもう来てる。お待たせ。来たな。9月にそれは暑くないか。遅れてごめんなさい。で、頭のさ、やつってさ、部活するときだけにつけるもんじゃないの、それって。普段からつけとくもんな。別に待ってないよ。そっか、よかった。呼んだよ。ん？何か見てるよね。見てた。めっちゃ見てた。へえ、いいじゃん。でしょうね。あ、この服似合ってるかな。いや、分かってたよ。すごく似合ってる。ナチュラル好きだもんね。そういうのいいよな。よかった、こういう服装が好みだったんだ。いや、前も言うてたやん。前同じこと言うてたよ。レンガ道かな。レンガ道歩かない。いいよ。じゃあ行こうか。どうかした？引っ張っていいんかな。引っ張っていいですかね。引っ張んなって。いや、これ怒ってる感じなのにハートは上がっとんのよな。レンガ道、ただ歩いているだけで気分いいよな。ね、平和だ。いや、本当はサーカス見に行きたかったんですけどね。あそこに見えるのクラゲかな。のんびりお散歩できていいね。クラゲいた？クラゲ？そんなの、その辺にいっぱい浮かんでんぞ。ほんまに？ほら。印象悪くしちゃおかしくない？そんなことで印象悪くなる？君、楽しめてた？なんか心配だろ。ああ、でも、さっさくんはこういうタイプなんだね。どうかした？いや、全然楽しめましたよ。仕方ないか。いや、何が仕方ない、マジで。何が仕方ないか言ってみろや。そろそろ時間じゃね。
帰ろ。いやマジサーカス行きたかった。サーカス行きたかったよ。ちょっと誰かサーカス誘えばよかったな。他の日にも。そうだ、風間くんから帰りに話があるって言われてたんだ。何かあったのかな。え、いつの間にそんなことを言われてたの。私には全然そんな話なかったけど。いや、びっくりした。そういえば、話やったんだよな。おめえがだろ。風間くんが誘ってきたんじゃないの、話があるっつって。あ、っていうか待って、もう冬服に変わってる？早くない？うん、何の話？あ、暑いでしょ、まだ。10月なってないし。なんだったかな。まあ、大したことないと思うけどさ。え、そうなん？え、忘れちゃったの？てか、近くない？俺が言いそうなこととか。いや、わかるか。わかんない。私もデラックスもわかんないよ。風間くんが言いそうなこと、お母さんみたいな小言とか。お前、今。よからぬことを考えてたな。バレとる。すぐバレるな。え、そんなことないけど。けどなんだよ。時間はたっぷりあるからゆっくり聞こうか。ただ二人で話したかっただけなんじゃないのこれ。風間くんの話を聞くんじゃないの。たった今事情が変わったんだ。なんだそれ。え、これで付き合ってないのおかしいと思うんだよな。もうなんか旗から見たら普通に付き合ってるようにしか見えないんですけど。もう都合がいいんだから。都合もいいし顔もいいし。あ、雑貨屋さんだって。いやまあ私はガソリンスタンドで働き続けるんですけど、なぜなら白羽くんに会えるから。なぜなら白羽くんに会えるからです。すっかり木々が色づく季節になりました。森林公園にあるホタルの住処、実はどの季節でも絵になると話題のスポットなんです。友達や恋人といろいろな季節にぜひ訪れてみてください。今月は葉月、葉月誰？誰これ？誰ですか？もしもしもし、なんかあったか？10日のホタルのところがなんかあれっつってたね。ホタル森林公園だ。森林公園。10月10日に森林公園に行かない？了解。やったー。じゃあ10月10日に公園入り口で待ってるね。楽しみだな。やった、早く10月10日来ないかな。よし、デート。約束しました。早、もうデート来たわ。早。彼はキュートが好きなんですよ。なので、キュート。これでいきます。風間くん遅いな。あ、ちょっと寒かったかな。いやまだ大丈夫やろ。10月10日まだ暑いよな。あ、風間くん。あ、見つかったか。いやなんかさ、なんかちょっと服装じわるんだけど、なんだろうな。いや顔がいいからなんか許されてる感ない。なんだろう、あのネックレス。てか、またをあれか、先に来てる風を装おうとしたの。もう少しで先に来てたふりできそうだそれ。先に来てたふり好きだな。なんだよ、どうした。どうした。え、 TPO っていうか、それ以前の問題。あ、やっぱり。そんな格好じゃ体調崩すだろう。いやまだ暑いでしょ、10月。薄着しすぎたみたい。あー、やっぱこの辺の季節感もちゃんとしないとダメなんだね。今日はもみじ狩りでもするか。くそー、なかなかちょろい男じゃなかったか。いいね、もみじ狩りって。どうした。もみじ狩りって一体何をするの。はしゃぎすぎだろ。もみじ狩りって一体何をするの。街の近くでもこんな紅葉が見られるんだな。
モミジ？てか、葉っぱ散りすぎだろ。じゃあ、葉っぱ、散りゆく葉っぱがすげえ気になるんだけど。綺麗な水に紅葉が映ってるね。落ち葉が空中に浮いているみたい。池の周りをずっと歩いてたいね。なんだこれ、どれでもよくね。ああ、逆さまに映って鏡みたいだな。うん、いい感じだよね。ん？ファッションチェックか？いや、そういうわけじゃない。なんか今日ファッションのことチクチク言ったのバレてる。もういい時間だよな。バレとる。じゃな。風間のファッションについてチクチク言ってんのバレたわ。っていうか、だから風間お前遅れつってんのよ、家まで。家まで遅れよ。あ、そっか、もう寒い時期だから、この格好じゃダメか。あ、そうだね。寒そう、確かに。あれ、あそこにいるの白羽くん。え、なんで、なんで白羽くんがこんなとこにいんの。え、なんでなんで。え、喫茶店誘っていいかな、白羽くん。え、マジでなんでこんなとこにいんの。ねえ、お茶して帰らない。ええやん、やったやったやったー、行こう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 。よかった、じゃあ行こっか。え、てかなんでこんなとこにいんの。ところで白羽くん、何？好きなテレビ番組、好きな食べ物、好きなスポーツ。あー、食べ物。好きな食べ物って何？これ好きな食べ物っていうのは、あの、お付き合いとか結婚とかする上ですげえ大事だと私は思うので、好きな食べ物ぜひ教えてください。目玉焼き。目玉焼きか、見た目も味も大好きやね。目玉焼きか、みんな好きだな。醤油派、ソース派、ケチャップ派とか分かれんねんけど、俺からしたらどれもめっちゃ美味しい思うんよ。あー、まあ確かに私もあれだね、どれでも食べれる派だわ。どれがなんか一番とか、なんか割かし時と場合によって変わるかもしれん。そうやから俺はどの調味料でも OK や。ほんと。じゃあ焼き方は。あー、それは迷うわ。片焼きでしっかり食べるも美味しいし、半熟の黄身がとろけ出すのも好きやね。こんな目玉焼きで話広がる。すげー、目玉焼きでめっちゃ会話続いてる。あかん、めっちゃ目玉焼き食べとうなってきた。なんや、お腹も空いてきた。あの、ハンバーグに目玉焼き乗ってるやつ頼むわ。あ、でもこれハンバーガーショップか。後ろにだってハンバーガーのマークあるし。目玉焼きが本当に好きなんだね。いやー、マジか、超、嬉しい。白羽くんも出るんだ、あれ、下校イベント。あ、ひかるちゃんに今回電話しようかな。ひかるちゃん前電話してなかったし。はーい、電話ありがとう、マリー。ひかるだよ。ひかるふふ、ちょっと相談があるんだけどいい？なになに？あの、恋愛のことならひかるに聞いてもいいって言ってたよね。ビアンシュール。ビアンシュール。恋しちゃったの？ビアンシュール。あのね、知り合いの評価を聞く。私に対する周りの人の評価を聞きたいんだけど。マリーの評価だね。うんとね、こんな感じだよ。なんでわかるんだろうっていうところはまあ置いといて。あれ、何これ。キャラクターをタッチする、あ、選択するとときめきパネルが表示されます。相手にどう思われているかを知ることができます。へえ。ハートの部分が好感度。内側のハートが大きいほどあなたを好ましく持っています。右の顔文字と対応してます。左のバーで表示されているのが親密度です。男の子との心の距離を示して、表しています。スキンシップが成功するとたまります。はい。あ、なるほど。好感度と親密度は別にあるってことか。へえ。いや、結構溜まってんな。全然溜まってない。え、待って、なんかさ、結構白羽くんでかくね？へえ。
でもなんかみんな無なんだけど表情なんなら白羽が一番でかくね。マジか。ここはまだ出てないね、キャラクターが。え、だって白羽くんスキンシップするタイミングないし。なるほど、わかりました。他にも何か聞きたい？まだあるよ。周りの人のことを詳しく知りたいんだけど。うんうん、誰のことを知りたいの？あ、なるほど、こういうプロフィール出るんだ。へえ。9月9日。え、待って、これ。あー、びっくりした。だよね。電話番号さすがに書いてないよな。9月9日。うわ。乙女座だー。乙女座の男だー。乙女座の男はねー、なんだろう。個人的なあれだけど、なんか、一人の人をめっちゃ好きなイメージはあるな。確かに。一人の人のことをずっと好きなイメージある。178！ クソスタイルええやん、こいつ。あ、バイト、あれ雑貨屋さんなんだね。うん。カフェかと思ってたわ。お父さんの仕事の都合でイギリスに移住していた帰国子女。光る目もデートするなら二人きりになれる場所。密着が好きみたい。ショッピングも日常。あ、そうなんだ。へぇー。6月23日、カニ座。B 型。あ、この辺見ときゃよかった、最初に。さっさくんの誕生日過ぎてるし。あ、ごめん、風間の誕生日も過ぎてた。いや、ひかるちゃんの分、一番最初に見るべきだったな。くっそ、やらかした。走ることが大好きな陸上部員、風間くんとは幼馴染みたい。182センチ。いや、めっちゃいい。彼らしいけど、やっぱり体を動かせるアクティビティが好きみたい。あと動物も興味あるっぽいよ。へぇー。三風先生、双子座の大型。187。バカでけえじゃん。陸上部顧問と園芸部の顧問。強化は生物、園芸部の顧問で陸上部の幽霊部顧問。好きな場所か。三風先生の場所、課外授業だよね。いろんなところに連れて行ってくれるみたい。あ、三風先生はそうだよね。デートとか無理やんな。で、白羽大地くん、10月14日。天秤座の A 型か。あ、そうなんだね。羽ヶ崎学園の1年生、明るくて活発なムードメーカー的存在。まだあまり調べられてないんだけど、活発な彼ならアクティブなところが好きなんじゃないかな。で、みちるちゃん。みちるちゃんの情報も一応あるんだね。11月22日、いい夫婦の日じゃん。ガルの双子のお姉ちゃん、お料理がとっても上手だよ。お姉ちゃんの秘密1、ゲームセンターのマスコット1つ取るのに15リッチ使ってたよ。取ってあげたいな。え、ヒカルちゃんの情報ないじゃん。ヒカルちゃんの情報、あ、あるじゃん。あ、そうだよね。双子だから同じ誕生日だよね。お姉ちゃんと双子モデルやってるよ。新体操部所属。あ、そうなんだね。へぇー。ヒカルのツインテール毎朝セットするのに1時間かかるんだよ。膨らみとカールが難易度高め。いや、確かに難しそうだな。いや、二人ともマジクソ可愛いよな。めっちゃ好き。めちゃくちゃ好き。他にも何か聞きたい？で、最後今日暇か聞こう。相談もしたいんだけど、今暇だったら遊びに行かない？あれ？相談はいいの？まあ、いいか。相談はね、今聞いたから大丈夫。よかった。じゃあ今から行くね。うん。また後で。やったー。よし、準備して出かけよっと。なかなかの可愛い服。あのペアシート。ペアシート。ふふ、女子二人で座っちゃってよかったのかな。これ映画館か。羽ばたき。シネマズ。ああ、映画館だな。マリー言ったら。カップルシートと勘違いしてる。いや、いいよね、別にね、二人で座ってもね。それじゃ、可愛い彼女にこれをプレゼント。何？パンフレット？なんだか感性が磨かれたような気がする。ありがとう。
マジこの二人いいな。ミチルとヒカルめっちゃ好きだわ。